はい、ラガイです。前回救援物資で落ちてきた15分箱、それを護衛する AI を M249 で倒して、15分箱無事ゲットしました。で、このゾンビサーバーですね、2週間ワイプということで、ワイプが来てしまったので、前回使ったね M249 とかなくなってしまいました。まあでもその代わりといってはなんなんですが、Lクロをねゲットしたので、今回はこれを使ってゾンビだったり AI をまた縛いていこうと思います。で、前回ね、空港に行こうと思ってたんですけど、結局行けなくて、空港の AI 倒すことができなかったので、今回はね、空港行って、どんな感じになってるのかっていうのを見に行きたいと思います。早速ね、空港に向かいたいんですけど、 5.56 のライフル弾がね、少し少ないので、ゾンビを倒して、まずはライフル弾を取ろうかな。で、ゾンビはですね、スーパーマーケットの周りにいるので、あいつらを借りましょう。すごい LR の音するな。プレイヤーがどっからか撃ってる。あ、倒してるゾンビを。そういうことか。この時間帯な、このサーバーにしては割とプレイヤーがログインしてるんで、もしかしたら空港行っても AI 先に倒されてる可能性があるかも。ちょっとすいません、もらっちゃいますね、ライフル弾。ごめんなさい。で、そうだな、せっかく空港行くんだったら青のキーカードとか持ってた方がいいかもしれん。ここでヒューズが出てくれればモニュメントパズルできるんだけど、そもそも藁箱あんま湧いてないな。ゾンビの音してますね。うわうわうわ、めちゃめちゃいる。やばいかもこれ。え、5体ぐらい固まってた。まず1体倒して、早い動きが。スナイパーじゃちょっと追い切れない。パドル持ってるゾンビいるんだけど、弱くはねえか。グレネード投げてきた。早く爆発してくれ。来たね。やばいやばいやばい、外した。オッケー、これで全員倒したかな。お、ヒューズ出た、ありがてえ。あ、まだいる。何個持ってんの。注射器ありがたい。リボルバーとかもドロップするんだね。ビビった。6体いたな。ゴミしか出ない。ああ、でも空港のモニュメントパズルしようと思ったらヒューズが2ついるのか。空港で出るでしょう。キーカード通して、ということで、空港に向かいたいと思いますけどな、空港の戦車討伐されてるんだよね。一回行ってみるか。 AI もしかしたらいるかもしれないし。戦ってるわ。やっぱプレイヤー多いと施設攻略されてる確率高いですね。人が少ないタイミングでやらないと大体やられてそう。あ、でもいるね AI。 倒した。あんまり入ってくと他の AI に撃たれそうだけど、どの辺に配置されてるんだろうな。もう一体いた気がしたけど、ひょこっと出てきて撃たれる可能性もある。あ、いた。通るかな。倒した。なんかあっけねえな。やっぱ誰かが、来て AI ちょっと倒してるっぽいからね。全力の状態じゃないという。
どうなんだろうな。一応空港のボックスは普通の湧き方をしてんのか。特に旨味があるとかいうわけじゃなさそう。あ、まだいるね。外した。合計何体ぐらいいるんだろう。でもこの施設の AI ヘッドワンパンなのか。ゾンビよりも柔らかいっすね。モニュメントパズル行きたいからヒューズ出てほしいんだけど。防護スーツの姿解除されてない。ツルハシしか持ってない。うわ、結構 AI いたんだな。全員やられてる。万全な状態が良かった。そしてなんか捨てられてるね。ホワイトベリー、レッドベリー。でもまあ AI そんな強くないし、ここに戦車いるぐらいだから、まあ、そこまで空港とかも攻略しがいあるわけじゃないのかな。なんかすごい美味しい物資が眠ってるとかだったらまあ来たいと思うんだけど。まあでもモニュメントパズルはした方がいいような気がする。途中まで行ってみるか。赤のキーカードを取る部分までは入れないんだけど。待てよ、明かりがねえ。しまった、提出燃料捨ててきちゃった。気合で回るか。緑のキーカード通して。暗いな。まあでも出る物資は変わらなさそうだね。普通にボックスは開けるし、なんかめちゃくちゃ旨味があるっていうわけではなさそう。普通の施設だ。まあ、だから普通の施設に AI と戦車がいますよっていうだけだった。あった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 、これだ。明かりなしでも出れた。ってことはこのサーバーであとやるべきことは、まあ、戦車討伐、そして、まあ、ヘリ落とすことぐらいかな。なんかラスボスゾンビとかがどこかにいるわけでもなさそうだしな。けどね、やっぱヘリも戦車も両方やりたいですね。 M249 売ってたりしねえかな。あ、売ってるわ。1000スクラップ。ん、ゾンビいる？あ、いるいるいる。ワイプから動くようになってんね、ゾンビ。やばい、死ぬ。殺されかけた。なんとか M249 安く買えねえかな。スクラップ1000集めんのは結構かかるぞ。トレインヤードの戦車も討伐されてますね。やっぱみんな戦車討伐してんだな。あ、ロケット弾高速スクラップ100で売ってる。え、これめちゃくちゃ欲しい。あのロケットランチャーがないから売ってないんだけどね。売ってるかな、ロケットランチャー。売り出されるのを待つしかないか。どこにショップがあるんだろう。この辺のはずなんだけどな。でもロケットランチャーの筒は販売されるのを待つか、まあ救援物資15分クレート落ちてきたやつから出すか、まあ、2、3箱開けたら多分ね、現物でロケットランチャー出てくれると思うんで。ショップこれかな。なんか独特だな。売ってますね。あ、ヒューズとか売ってんだ。でもスクラップ50、さすがに高すぎるな。ロケットランチャーの高速弾買いました。よし、じゃあ分解していきましょう。分解終わりました。ギャンブルやっていくか。3が来てる。3に199かけました。3来てくれ。うわ、こねえ。1か。5。最近ギャンブル勝てねえな。ということで、ロケットの高速弾、リサーチしたいと思います。開けまくって、ロケットランチャーの筒を出すと。ということで、
無事拠点に帰宅。今回ね空港行ってみたんですけど、戦車がいるだけで他は何も変わってなさそうなんで、とりあえず当面の目標は戦車討伐と、あとパトロールヘリもいずれ落としたいですね。そんな感じでこのゾンビサバイバルのゴールが見えてきました。ではまた次回のパートでお会いしましょう。じゃあ。